韓国から指名手配されてます日本国民党代表葛飾区議会議員の鈴木伸之です。今朝ね、これ新小屋公園なんですよ。朝の新小屋公園で、朝ね新小屋駅で船坂都議のお手伝いをしてまいりました。まあ奥戸中学校のね先輩で、奥戸というところは新小岩と小岩の間に挟まれている地域なんですけど、なかなか独特でね、元気の特にいい中学校なだけにね、まあ大人になってもやっぱり先輩後輩ということでね、都議会議員の先生お手伝いしないとね、ならないと判断しまして、で、終わりましてね新小屋公園来ました。この新小屋公園ではね、まあ、9月にはアメリカンフェスっていうイベントをこれ予定されてて、その後フィリピンフェスもねで準備を進めてるのところなんですけどもね、なかなかね、コロナが収束すればねこの公園にぎわいを取り戻して、いろいろ活動を再開してきます。でね、ここの新小屋公園ですけど、あっちの奥地の方ね、土手沿いの道を上に上げてね土手と同じ高さにするということは、向こう側西側なんですけどあっち側を高さ上げるんですね。6メーター上げます。もし水害があっても高台を作って逃げられるようにする。そしてね、そうすることによって、この地域のまたね、防災対策だけではなくてね便利になりますよ。だって蔵前通りと土手沿いの道が、クロスする、上に上がるということはね。で向こう側の野球場はこちら側の手前東側に駅側に持ってきます。で、今ね私がよく集会とか講演会ですか、この真後ろにある和楽亭ですね。この和楽亭も、これをなんとか存続させます。機能を存続させる。カフェテリアとかねこんなことを区は言ってますけど、この間の常任委員会でもね、いや地域住民の人たちは和楽亭の存続願ってるということでね、強く申し出しました。これを高台とね、この下をちょうど境のところに2階建てで、和楽亭、名称は分かりませんけれどもね、作ってエレベーターつけてね上からも出入りできる、下からも出入りできる、そして、集会や、休憩場として活用できるね、和楽亭にしたい、また野球場もねここ作るだけじゃなくてね、いろいろなボール遊び、地域の人たちの活動の場、憩いの場にしていくことになります。そしてねこの新小屋公園の実は向こう側にね、向こう側、ちょっと見えないんですけど新中川があって、その先に荒川があります。で荒川の土手、蔵前通りと直接ね公園から行けるように、高くなりますからね、土手と同じ高さに公園が上がるんで、向こう側にバーベキュー広場も作ります。バーベキュー広場作るということはね、そこに、駐車場もねこの間鈴木伸之が絶対必要だと、にぎわいを創出するためには駐車場必要だと、そういう要望を しました。できればドッグランだってね求められますよ区民の皆さんにという話も、建設委員会で鈴木伸之、要望しました。荒川水辺公園っていうのがね実は新小屋公園の先にあるんですね。ここねこの土手の上からね隅田川の花火も見えますよ。島又の花火ももちろん見える。ここを高台にしてね、花火も見れるし、そしてその先にはバーベキュー広場、それから散策できる、川沿いを散策できる水辺公園の再整備も行います。まあそのためにはねまず土手のね、
堤防強化と道をね、土手沿いの道を上に上げるという工事と同時にこの新小屋公園、そして水辺公園の再整備を進めていくということなんで、これね、大事な鈴木伸之の仕事と思ってますんで、だから今日は新小屋公園来ましたけど、船坂都議、奥戸中学の先輩ですからお手伝いしてね、新小屋公園来たんで、新小屋公園改修のお話しさせていただきました。